はい今回は衆院補選、島根一区の状況を保守と称し、マスコミが自民党を擁護している状況に要注意、えー、このことを考えてお話ししていきます。今回もよろししくお願いいたします、えー、4月28日のですねこの島根一区の、まあ、補選ですね、えーまあ、自民党と立憲民主党が対立するんですが、マスコミがですね少し前からずっとこの自民党の擁護に回るんですね。 で僕もニュースを見ているだけだと分からなかったんですが、リスナー様のコメントをいただきまして、おかしいことに気がついた、あと一般人もでさまざまなおかしいことを指摘しているので、まあ、僕たち日本国民にとって、島根1区で立憲民主党の亀井明子さんに頑張っていただきたいと、その願いを込めて、今回こちらの件を考えてお話していきます。今回もよろししくお願いいたします。すこのの島根一区のででね、補選で立憲加盟 明子さんがあ勝たないと、通らないと日本が衰退、ないしは日本が崩壊するんですね、もう今、そういった状況にあるんですよ、しかし、まあ、マスコミ、外国の、ね、悪影響を受けておりまして、マスコミは自民党を、まあ、擁護する、応援するんですね、でマスコミっていうのは自民党を応援するデタラメを、まあ、言い続けるわけですよ、意味がわからない、ニュースにもなっていますし、そういった投稿とかをしてるんで、わけわからないんですが、例えばですね、自民党がこのまま続くとどうなるのか。 有事になるんですね僕たち日本国民がねその有事になる巻き込まれるとてもそんなことを望まないですから何としてもこの自民党を勝たせてはいけないそういったことから今回の件をまあ取り上げていきますで少し前に、えー、僕は知らずにですねこのマスコミの言うことをまあ信じて、えー、まあそれをお伝えしたらあのーまあ、地元に住んでいらっしゃるリスナー様からご意見をいただいたんですよでまずそのご意見 とまあ、その、ねえー、まあ検証からお伝えしていこうと思うんですが、まあ、岸田がです、ね、この島根に来たということなんですが、マスコミの報道では、松江の中心地から車で1時間ほど離れたあまあ農村地域に向かって、そこは50世帯ほどの小さな集落で、自民党があまあそこで演説するということなんですが、この報道自体が嘘だったんですね、地元の方からコメントをいただきました、島根の方から。 うん、岸田が言ったのは人が集まるところだっていうことなんで、全然嘘じゃないですか。小さな集落ではないですよね。全くこのようなでたらみを言うわけですよ。えそのマスコミのでたらみっていうのは、おそらく自民党、マスコミの背後に宗主国、米がいて、そういったことを図らっていると。米としてはですね、何としても自民党の政権を維持させたいわけですよ。そうすることによって自分たちがあ、ね、しやすくなるから。ただ、米がしやすくなる。 あるいはですね、亀井子さんがおっしゃってますが、この新自由主義っていうものは日本国民にとってマイナスでしかないんですね。この新自由主義を脱することであったり、有事を回避するためにはですね、えー、もう自民党の政権交代に向かうために、この島根1区で自民党を落とさないといけないんですよ。しかし、そういったところの公募、まあ、攻防やり取りが今行われているということです。だから僕たちは気づいて、この自民党のでたらめ、これをですね、えー、もう。 把握して、えー、立憲民主党に頑張ってもらう、そういった考えが必要であるということですね。とにかく国民にデマでたらめを言い続けて、ですね、ひたすら自民党をマスコミが応援するっていう構図なんですよ。まあ、の他にも、まあ、そのことがあるんで、えーまあ、ちょっとこの後また考えていきますが。 で僕もまたこれも気がつかなかったんですが、よくよく考えてみたら、ですねこの島根の、ね、ところに岸田が来て演説するっていうんですが、これもおそらくですね演説してるっていうもの、これ作ったものであると考えられるんですね。その映像をよく見るとわかるんですよ。え岸田の周りにですね全然そ用語、まあ、っていうか、セキュリティがついてないんですよね。岸田っていう内閣総理大臣が来て、セキュリティがつかないっておかしいじゃないですか。 うん、何があってもおかしくないわけですよ、今、岸田っていうのは国民からものすごく反発を買ってますから、岸田が来て、えー、ね、話をするって言ったら、周囲は必ずもうセキュリティをがっつり固めるはずなんですが、岸田の背後に誰もいないガラ空きなんですよ。 こんな状況がよくよく考えるとありえないんで、つまりこれは何かというと、岸田の演説も、えー、まあ自民党の関係者、あ,あるいはですねそのおまあ、ねえーまあ、やらせやらせ要員、茶番要員が一緒に組んでね、ね、えーまあ、高齢者の人が岸田と仲良くしている姿を見せている、僕もそれこれに最初気がつきませんでしたが、途中で気がつきましたので、ふざけてるなと思う,わけ思うわけですよ。ありえないでしょ 岸田に対してセキュリティが全くないとかって、ねこの売国の限りを尽くしている岸田、国民の、ね、あの反発を買ってますから、うん、だからそんなことがない、つまりマスコミがまたねこういったデタラメをま流し続けているということなんですねで。さらにマスコミのこのデタラメがひどいんですが、自民党でなければ島根が崩壊すると、まあ、そういったデタラメを流して、要するに世論を誘導しているわけですよ。で えー、例えばこういったことをあおることによって、えー、例えば国民の、ね、投票意識、えーねえー、そういったものをどんどん,どん,どん落としていって、えー、自民党の組織票で押し通そうとしているのでこういったデタラメに、えー、踊らされてはいけない何、えー、としても国民はです、ね、立憲民主党に頑張ってもらわなければ、ねえー、もう本当に日本国民の生活が終わりですから、ね、本当に、えー、この <laughs> 島根一区は自民党と立憲の直接対決になるわけですよ。 だから立憲の、ね、亀役彦さんに頑張ってもらって自民党をもう倒してもらいたいそして、えー、そうしなければ日本国民の生活が本当に厳しいだから島根、長崎、東京とありますが まあ東京15区もいろいろ言われてますが、まあ、とにかくもう、この島根では、ね、立憲民主党の亀井明子さんにかかってるということです、うん。自民党の対,あの対決で、えー、もう自民党を落として、亀井明子さんに頑張ってもらう。だから島根の方っていうのは、本当ね、これを考えていただきたいと、まあ、思ってる方もいらっしゃるでしょうが、こういったデタらめに踊らされる可能性もあるんで、気をつけないといけないということです。でこの亀役さんはですね。 消費税減税をまあ言ってるわけですから、日本国民の生活が良くなるのはこれ消費税減税しか、消費税廃止、消費税減税しかありませんからね、例えば生活必需品の物価高、これも消費税減税で緩和されていく、ガソリン代もねそういったもので緩和されていくわけですよ、つまりこの消費税をね見直すことが景気回復になる、それなんですよ、自民党ってのは絶対に消費税減税しないですから、消費税廃止もね。 背後にまあ,あ経団連、大企業はくっついてますから、大企業からしたら消費税というのはね、えー、利益の塊ですから、国民が困ろうが何しようが、絶対に消費税を下げない、消費税をなくさない、ふざけるなって話です。で、この亀井明さんの主張を僕もいろいろ見たんですが、やはり何をおっしゃってるのかというと、日本が、えー、この格差社会になったということを懸念されており、うん。 あのその新自由主義っていうものなんですよね。自民党と維新の会が語る新自由主義、えお金を持つものを富裕層だけはどん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 お金を持ち続け、えそれ以外の人たちはどん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 貧困化していくと強いものがさらに強くなるってね。であのお金を持っているものがさらにお金を持つっていうその構造。この日本の状況を変えたいと亀谷さんがおっしゃっております。新自由主義の終わりを目指す亀谷さんに本当に頑張ってもらいたいと思います。でえー、このマスコミのですねまたもう一つ出たらめっていうことで。 この,、まあ、この島根に関してですね、えー、この島根はあこの建築業界で成り立っているとかっていうんですが、島根とその建築業界の関係っていうのは深いとは思うんですが、えー、だからといってひっくり返せないわけではないんですよ。ただ、建築業界っていうのは、無駄な箱とかに予算をつけてもらうために自民党を支持するっていう、その側面があるんで、建築業界ではない人がね、自民党を,をまあ支持しなければいいんですよ。 うん、そうじゃないですか。全員が別に建築業界ではないですからね。で、この自民党の背後には経団連がいますから、ね、この、まあ、その建築業界で働く人がいないっていうことで、まあ、技能実習生といって外国人を、あの、ね、呼んで安い労働力で徹底的に古希使うと、こういったものも国際問題に発展している、この技能実習生の問題、これも自民党経団連の指示です。指示だと考えられます。ふざけてるんですよ、いろんな意味でね。 でこれもです、ね、この自民党と島根の件を指摘した一般人の方がいらして島根は建設業者と自民党の関係で成り立っている自民党でなければ島根は崩壊するととんでもないでたらめだっていだうことを言ってます島根にはたくさんの、ね、古くからの、まあ、名所とかあの、ねえー、さまざまなものがあり、まあ、例えば新道湖のシジミとか魚介類もたくさんある。 島根は建設業でで成り立っていないっていなとうことでだからこういったものもマスコミのでたらめなんですよ。だから、あ島根がね、えー、こう自民党でなければだめだっていうふうに世論を誘導するんで、そのでたらめに気をつけないといけないと。うん、っていうことです。で、このお、まあ、ニュースにもね、えー、なんかわけのわからないこういった誘導を仕掛けてるんですが、そもそもこのおね、えー、細田っていうのは遠丸とズブズブだったわけですよ。細田もうあのように行きましたけど。 でま細、あ、田の完全にこのね天下であったあねこのなんて言うんでしょう島、ね、のこの状況なんですがこの細田っていうのは父親があの運輸大臣なのかなあ元運輸大臣でそこから60年間細田がやっあのね、えー 保守を仕切ってるっていうんですが、まず保守を仕切ってるってこの自民党が保守だっていうこのマスコミの、ねえー、誘導がおかしいわけで保守でも何でもありませんから自民党っていうのは売国ないしはエセ保守ですで先ほどお,お話ししましたが4月22日県庁所在地松江の中心地から車で1時間ほど離れた、えー、農村地域に、えー、50世帯ほどの集落で 自民党の候補が演説するっていうこれがでたらめでしたよね、うん、地元の方の証言からでたらめっていうことがわかるじゃないですかでこの集落にはなかなか人が集まらなかったんだがと突然人がねぞろぞろ集まりだしたなんとかって子供とか高齢者がいたっていうのはこれが出たらめですよねうんで先ほど言った僕が考えた後ろにセキュリティがないっていうのもおかしいじゃないですかこういったものでえ作られたものですねマスコミが要するに自民党を国民にええあの応援するように支援するように誘導してるっていうことなんですよさらに 自民党でなければ島,島根は崩壊するとか、わけのわからないことをニュースに書いて、うんこあのえーと、島根の9割が自民党支持者だ、さっきの話で嘘じゃないですか、建築業界の人間が自民党を支持していたって、建築業界が9割のわけないんですよ、一般人がいるじゃないですか。 一般人がこの自民党にノーって言えばいいんですが、ねえー、ほ細田はいろんなことが言われているが、この、ね、70代の男性、これもわけわかりませんけど、これも要するにシナリオの決まった、ね、台本を読んでいるんだと思いますが、細田が何とか言われているが自民党に投票する、いやいや、自民党に投票すると有事になるんだよ、うん、この高齢者も、ね、意味がわかりませんが言ってることの、そしてなぜか知りませんが、細田を今度擁護を知らて。 裏金が500万でも5年で割れば1年たった100万は大した額ではない。民主党政権の暗い時代には戻りたくない。完全なデたらめでしょうね。よくあの悪夢の民主党と言いますが、全く間違ってますね、うん。現在進行形で悪夢の自民党政権が続いてるんですよ。これって多分あの安倍晋三がですねマスコミに言わせたデタらめだと思うんですが、民主党が悪いとかって言うんですが、民主党が悪いのではなく、自民党が最悪です。ふざけるなっていう話です。で あのこの自民党のね、錦、え、織、ーまあ、っていう、えー、これが来ると、拍手でどうのこうの、ね、なんとかって、えー、いうことを言って、ここで出てきたんですよ。島根はけ建築業で、えー、建築業と自民党の関係で成り立ってる、自民党でなければ島根は崩壊する、えー、裏金問題もこの錦織は関係ないとかって言ってるんですね。えー、全くもってのデタらメであり、さらに、完全にこの自民党に、えー、世論を向けさせようということが、もう丸分かりなんですが。 自民党を良くするために若い人を送り込みたいとかどうのこうのとかね、えー、まあ言ってるんですが全く踊らされてはいけませんでこの立憲民主党サイドもかなり気をつけてるんですね亀井明子さんをまあ支持している方がまあ言ってるんですが今のところは亀井明子さんが有利とはいええー、その自民党の岩盤支持層はかなりいるっていうことで組織的であるのでこの立憲よりもその組織的な人数が多いので。 うん、あの本気を出されたらひとたまりもない、気が抜けないと、こうなんか、ね、立憲民主党に不利なような形で終わってますが、そんなことはないですだってねじあの、島根と自民党の関係ですが、あねえー、そのじ自民党は仮にけあの建築、えー、業界とあの、ねえー、ズブズブだったりしても、建築業界だけではないですから、一般人がいるじゃないですか、なんかこの島根の,この選挙っていうのは、一般人の票がかかってるんですよ、本当、立憲民主党に頑張ってもらいたいと思います。 で多くの人が思ってるんですよ、これ島根の人だけではなく、あの全日本国民が思ってるんですが、国民が生活が本当に厳しいわけですよ、生活必需品の値段がどん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 上がって、給料の手取りがどん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 下がって、スタグフレーション。で、えー、この状態っていうのは、国民生活をもう破に、あの、 追い込みますから何としてでも今回島根の方投票に行って、えーね、自民を倒すもうその立憲、えー、の立憲にね頑張ってもらう自民を倒す本当に島根の方の一票が日本を変えるんですよ。でこの自民党っていうのは消費税を導入したりね、えー、その正規雇用非正規雇用にしてどん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 日本を壊してきたのがこれ日本の失われた30年の自民党じゃないですか。 しかも、このあと山本太郎さんの話もお伝えしますが、裏金問題について全く、ね、解決することもなければ真相を明かす気もない、でマスコミもそれに加担していると、だマスコミ自民党とグルですで、そういったものに対して国民がノーと言,って言わないといけない、この自民党の、ね、好き勝手、泥棒、脱税、そういった議員をあの野放しにしといてはいけない、何もしないわけですよ、うん、法律でも、ねえー、処分を下さないし、何もしない、で結局、自民党の中で茶番を繰り返すわけじゃないですか。 税金も払わなければ逮捕もされない、議員辞職もしない、何やってんだって話ですよ。だからそう考えたら、こんな自民党許していられないだろうっていう、今、そういった状況なんで。 島根の方のこう、ね、良識が問われている、ね、この島根1区の補選ですで、山本太郎さんもおっしゃってまして、何が問題なのかというと、自民党はです、ね、裏金の使い先、何に金を使ったか、裏金の使い先、使い方を悪化さないんですよね、そしてその状況下において、ルール化するとかって言ってますが意味が分かりません、だって金を何に使ったのかも明かさずに、何をルール化するって意味わかんないじゃないですか。 で山本太郎さんがきちんとおっしゃってますが、マスコミはあのこのね、自民党の裏金の使い方とか、そういったものを徹底的に追及するべきなんですが、あ全く追及しないんですよね。で、完全に法を犯してえ、好き勝手無視してる自民党を放置してるんですよ、何やってんだよ、マスコミはって話なわけじゃないですか、完全にマスコミとね、自民党で同じ力、創主国米の力が働いており、まあ、これを調べないということをしてるんでしょうけど、国民が気がつかなくてはいけない。 でえー、自民党内部で、えー、なんかやってるふりをするポーズだけをして、えー、それをマスコミが報道していますがあの何かというとやってるふりだけ泥棒が実態を隠してやってるふりだけをしてそれを国民に見せているということなんですねふざけるなということを山本太郎さんもおっしゃってるわけですよマスコミは自民党の茶番に付き合うなと、まあ、おっしゃっていて本当その通りですでこの島根というのは大切なこの4月28日の補選で,です、ね、島根の有権者の方にこれからの日本がかかってますから 僕たち日本国民にとって過ごしやすい日本にするためにも、ね、自民党の落選そしてこのね立憲民主党の亀井明子さん頑張っていただきたいと思いますのでちょっと今回も思うことをお話しいたしましたとにかくもうありとあらゆる手を使ってですねこの自民党を上げてこようとするマスコミもそういった動きを見せるんで、ね、何がどういった問題なのかっていうのを一人でも多くの方が知っていただくことが必要そしてこの島根1区っていうのはどうしても自民党を落として長崎島根 東京のこの3つの補選で自民党を落とす。ね、えー、まあ、実質自民党が出てくるのは島の1区だけですから、ここできちっと落とす。そして僕たちが住む日本がより良くなることを願っています。ということで、えー、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。